30度ぐらい東京はあったので上は、H&M スタジオのキャミソールに下はビーデンのスウェットパンツ、チャリなんでね私は基本的に楽なパンツ履いてます。で靴はオソイのパンプスで、今日は外で打ち合わせがあったのでパソコンが入るサモン温度のバッグを持ってます。でメガネは水色のレンズが入ってる、自分で変えたんですけど、これレンズ ADSR です。今日の格好はこんな感じです。はい、今日は上がヒステリックグラマーの T シャツに、下は最近新しくゲットした新しいブランドのパンツで、ここがナイロンっぽいんだけど、ここがレースになってて、ドローコードも裾についてて、すごい可愛くて早速下ろしてもお気に入りになりました。靴はニューバランスで、バッグはこの間と同じスタンドオイルのバッグを持ってます。今日はそこまで暑くないんだけど T シャツスタイルにしました。こんな感じ、夕暮れ時で暗くてごめんなさい。はい、こんな感じです。はい、今日は上がシングスザットマターっていうブランドで、背中がきっちり開いてる服で、パンツが水木、花山水木のコラボパンツ、これめっちゃ可愛い、今日下ろしたんだけど超可愛い、可愛い。で、靴はリックモレスで、バッグはサモン温度で、メガネはシャーマです。今日30度ぐらいあったからドナツファッションなんですけど、こんな感じ。こういう時の下着はニップレスかヌーブラをいつもつけてます。今日はこんな感じです。はい、今日は雨が降っててめちゃくちゃ寒かったのでデニムのセットアップにしました。ちなみにこれ別ブランドなんですけど、色味がめっちゃ似てたからデニム合わせして、靴は久々にマーチンのレオパードのマーチンを履きました。ちょっとカジュアルすぎるのでローファーでちょっとカチッとして、シルバーで色じゃないかアクセントを入れてます。はい、今日はこんな感じのコーディネートです。今日は、ちょっと今日も肌寒めの天気だったので、シースルーの新しいトップスとデニムはオープン YY がオープンプロダクトの時に買ったデニムで、靴はリコエンスです。でベルトこれユニクロで、バッグはサモンドって韓国のブランドで、メガネは、ADSR の普通のブラックのサングラスにレンズを入れてます。今日はお休みの日の、明日ちょっと仕事、今実家帰ってきてるんですけど、明日はそのまま仕事に行くので大きいバッグにしてます。
今日こんな感じです。今日は上がタンのニットベストで、でミスチーフのパンツにちょっとウエストが緩いので T の安定に T のベルト、靴はこれ超昔に韓国で買ったアンブロコリアの靴です。すごい。でサングラスはスキンズカンパニーの、なんかめっちゃ笑われてるんだけどスキンズカンパニーのノベルティで、バッグは遅いです。今日は30度ありましたので暑い日に打ち勝つ服になっております。今から力をつけるためにタッカンマリを食べに行ってきます。イエーイ。